リエハタは、新潟県出身の日本の女性ダンサー、アーティスト、振付師である。川崎市川崎区にある、ダンススタジオスタジオ SWAG にプロデューサー、インストラクターとして在籍していた。神奈川県内にある、中学校を卒業後、単身ロサンゼルスへ渡りダンスを学ぶ。ロサンゼルスで、人気ダンサーであるライル・ベニガでのレッスンで、 彼女が踊る姿が撮影された YouTube 動画がアップされることがきっかけとなり、その後アメリカのストリートシーンで話題となっていたムーブで、あるドギーなどの最先端であるダンスを取り入れ、世界中から一気に注目を浴びる。まだスワックという単語や最先端のムーブに馴染みがなかった日本で流行りを生む一人となる。2009年からスタートしたアメーバブログでは、 彼女の個性あふれるファッションスナップをはじめとしたクールな私生活の写真を多くアップし日本のファンを虜にした。2010年、レディー・ガガ来日時に行われたミュージックステーションパフォーマンスのバックダンサーオーディションに初の日本人ダンサーとして合格。海外ダンサーに引けを取らないオーラとヒールを使用したスキルフルなパフォーマンスが話題となる。2012年、 1> 第1子である男児を出産。一時復活を遂げるが、アーティストのツアーダンサーとして出演中に以前から、怪我をしていた全十字人体を断裂。休養中、第2子である男児を出産。その後、手術、リハビリ、休養を行いダンサーとして、再度復活を遂げる。ダンスシューズメーカージェイドとのコラボシューズや、自動車メーカーフィアットのキャンペーン動画への出演も、こなす。 2014年には AI のバックダンサーを D と務めている。2015年からは D と共にインスタグラム上からクリス・ブラウンと親交を深めた後、ロサンゼルスにある彼の家で共に撮影したダンス動画や写真をインスタグラムへアップし、ダンサー以外の層からも大きな注目を浴びた。2015年、クリス・ブラウンライブツアーのフィリピン公演に、 サプライズゲストとして招待を受け本人と即興ダンスを4曲にわたりパフォーマンスし共演を果たす。2016年クリス・ブラウン本人指名によりパーティーフィーチャリング・アッシャーグッチメインのミュージックビデオに出演。振付を行ったダンスシーン以外にも冒頭日本語を喋るキーパーソンとして登場している。2017年にはべてのロケーションを 日本で行ったオマリオンワード4ワードのミュージックビデオに女性として唯一登場し圧倒的な存在感を残している。2020年にはダンスリーグの D リーグでオーナーチームの ABEX ロイヤルブラッツをディレクターとして率いる。ダンス、ファッション、ライフスタイルなどをメインコンテンツとし更新するインスタグラムのフォロワー数は40万人を超えこういう関係のある。 著名人のインスタグラムにもたびたび登場し、注目を集めている。d リエ、タープシースペシャルインタビュー前編。タープシーライフ、ハット d リエ、タープシースペシャルインタビュー前編。ありがとうございます。